ココイチ以外最近ねもう困るとココイチなんですよね。もう一時期俺前の住んどるとこなんで歩いて5秒のとこにココイチがあったからもうココイチ食べない日はないっていうぐらいで、いつも買いに行くといつもありがとうございますって言われるもん本当にね。で一回そこのなんか店員の女の子に、ドルマさんですよね、いつも来られて家近いんですかって言われて、まず不機嫌な顔しますよ。のなあの、まあ、別に悪気ないんやろうけど、なんか家とかって言われたないやあんまり、そうやと思ってもあんま言ってくれんくてもいいよくない。いやみんなね家ぐらいいいやんかって言うけど、やっぱりこの辺が家なんですかって言われてなんかあんま嫌だよねやっぱね。でその子がさまた近くにドグマ来てドグマで受けるどこってここここって多分ここ住んでんだよとか言われると嫌やな。そういうのあるかどうかわからんけど、あとタクシーの運転手、前乗って前の家まで乗ってさ、で帰ったらさ降り際に金払うやんか。で降り際にありがとうございますドグマさんですねここなんですか家とか言われて、はぁ、あ、もうそれはさすがに言ったな。おいお前はプロなんか、聞くかそれを、分かったと思っても言わんのがプロちゃうんか。自分がやって嫌なことは人にやったらあかんぞ。あとこのコメントだけは腹立つから言わしてもらうわ。そんな大したタレントやないやろって、おめえだって家の場所言われたら嫌やろたわけ、ふざけんじゃねえよクソが。タレントが大したどうかは関係なく、やっぱり住所が知れ渡るのは嫌です。すごいタレントさんだけが守られるんですか、すごくない人だって嫌です、マジです。でも今冷静に自分で考えてみたけど、やっぱ大したタレントじゃないな。ちょっと言い返してみたものの、一瞬冷静さを今取り戻した、大してなかった、彼の言う通りだった。もうごめん、今自分で今気づいてしまったから深く傷ついた。ちょっと今もう決めた、もうごめん。なんかやっぱ最近年取ってきても自分の感情コントロールできないんで、もう引退しません。あと50年頑張ります。先ほど大したタレントじゃないだろう笑という冗談のコメントに対し、思わずドグマ風見のプライディまたはプライド、こちらの方が少し揺れ動いて思わず反射的に反応してしまい、もうちょっと面白コメントで返すこともできたんじゃないかと少し思うところもございまして、大人げない行動だったなと思いますので、謝罪し反省し、この後大したタレントになっていこうと思う所存であります。そもそも大したタレントという定義でございますけども、ここからその大したタレント、この定義について、講義を2時間させていただきたく思いますので、最後まで、お聞きいただければこれ幸いでございます。そもそも大したタレントの前にですね、やはり竹下内閣、海部内閣、宇野内閣のこの内閣について、語ることをしなければならないと思っております。